エクレクティックは、アメリカ合衆国アラバマ州、エルモア郡にある町。1907年に法人化された。人口1001人。モンゴメリー首都圏統計局に属する。エクレクティックは、雪中医学の開業医、ML フィルダーによって、設立、地名もそれに由来している。しばし陳地名として挙げられる。エクレクティッティの郵便局は1879年に、 開業した。エクレクティックは、北緯32度38分29秒整形86度2分19秒、北緯32.64139度整形86.03861度、32.64139マイナス86.03861に位置する。村の総面積は4.3平方マイル、4.2平方マイルが陸地で、 水面積は0.1平方マイル。2000年の国勢調査では人口1037人409世帯280家族が住んでいた。人口密度は平方マイルあたり244.7人108.3平方マイルあたり平均459の住宅があった。人種構成は白人78.11%黒人及び アフリカ系アメリカ人19.19% 19、ネイティブアメリカン0.96%、アジア人0.10%、その他の人種0.87%、混血0.77%、ヒスパニック、またはラテン系1.83%。18歳未満の住人がいるのは33.3%、夫婦で同居が45.7%、 独身女性が16.9%、家族ではない世帯が31.3%、65歳以上の世帯は29.1%で14.7%が単身世帯。村民の平均年齢は36歳。女性100人に対して男性は85.2人、18歳以上の女性100人に対して男性は79.9人。 世帯の平均年収は3906ドル。家族の平均年収は31855ドル。男性の平均年収は29554ドル。女性の平均年収は18162ドル。一人当たりの年収は14131ドル。家族の20.5%、人口の25.5%、18歳未満の32.6%。 65歳以上の23.4%は貧困線以下の生活を送っている。2010年の国勢調査では人口1001人399世帯266家族が住んでいた。人口密度は平方マイルあたり238.3人104.3平方マイルあたり平均438の住宅があった。人種構成は 白人86.4%、黒人及びアフリカ系アメリカ人11.0%、ネイティブアメリカン0.4%、アジア人0.0%、その他の人種0.0%、根結2.1%、ヒスパニック、またはラテン系1.3%。18歳未満の住人がいるのは29.8%、夫婦で同居が50.4%、 独身女性14.0%、家族ではない世帯33.3%、単身世帯は29.6%でそのうち65歳以上が15.0%、平均世帯人数は2.51人、平均家族人数は3.14人、18歳未満が25.5%、18歳から24歳が8.1%、 25歳から44歳が23.0%、45歳から64歳が25.9%、65歳以上が17.6%。平均年齢は39.9歳。女性100人に対して男性82.3人、18歳以上の女性100人に対して男性79.8人。 世帯の平均年収は34,750ドル。家族の平均年収は42,188ドル。男性の平均年収は35,815。女性の平均年収は27,684ドル。一人あたりの年収は19,181ドル。家族の約8.6%、人口の13.1%。 18歳未満の22.4%、65歳以上の5.7%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。